どうもポッカメです。この公園は欅が生えてますね。あ、欅の葉っぱになんかいる。一体これ何でしょう。この形なんかものすごい既視感があります。同じようなの今までも何種類か紹介しました。そう、ウリハムシとか黒ウリハムシとかに似た形をしてますね。ただそれらと比べるとなんかテカテカした光沢がなくて色もくすんでいてちょっと地味な印象です。でもよく見てください、このほっぺ、ほっぺになんかピカチュウみたいな斑点がある。黒いけど可愛いですよね。この可愛いハムシの名前はニレハムシです。ニレハムシ、いや欅にいるんだから欅ハムシじゃないって言いたいところですが、欅もニレの仲間なんでね。欅の方が知名度としては上かもしんないけど、まあニレハムシってついてるんだからしょうがない。体長がだいたい7ミリ弱、ヒゲナガハムシの仲間ということで長い触覚を持ってます。結構目立ちますね。割と落ち着きがないな。分布は北海道から九州です。ニレの仲間、日本に自生しているのだと春ニレ、秋ニレ、オヒョウ、ケヤキについていて、たまに大発生することもあるみたいです。幼虫、成虫ともに葉っぱを食べてるんですね。ただ発生しすぎると木を弱らせてしまうこともあるみたいなので害虫として扱われることがあります。この公園大発生とまではいかないまでも結構たくさんいたんで大丈夫なんでしょうかね。お腹側は胸から腹の部分は黒いですね。似ている種類にサンゴジュに付くサンゴジュハムシなどがいます。食べる植物だけでなくて形態も微妙に違うので見分けられますね。サンゴジュハムシの方が触覚が長いですが、ちょっと比べないと分かりづらいかもしれないです。成虫で越冬して春から繁殖を始めるので、これは今年羽化したばかりの新成虫ですかね。街路樹とか公園とかに発生して葉っぱを食い荒らす厄介者と言われてますが、こうして見るとなかなか可愛いね。お、飛ぶかな。飛んだ。ちゃんと欅がある方向に飛んでいきました。えらい。はい、というわけで今回は欅につくニレハムシを観察しました。葉の表面が食べられて変色してるね。大丈夫なんだろうか。というわけで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。